おはようございます。日本初の変態紳士、シュンと申します。よろしくお願いします。本日は僕の一日に密着していこうと思います。まずはね、朝シャンから入ります。寝起きはもうこんな状態。そこから一気にセットまでいきましょう。朝はコーヒーをひきます。無心になるのがコツです。めっちゃいい匂いしてきた。もうすぐ引き終わりますね。いい気になって、これ朝の風景です。みかん取ってもらっていい？本当はコーヒーってあれらしいよ。ん？本当はなんか熱湯でやらない方がいいらしいよ、コーヒーは。へえ、冷ますんだ。そう、実はそうらしいです。詳しいことは分かんないんだけど、なんですよね、そうらしいの。熱湯ってイメージだけどね。ね、なんだろう、ちょっと冷ましたお湯ぐらいがちょうどいいらしい。もちろん熱々が好きでしょ。熱々が好きだね。いただきまーす。いきなりコーヒーいくやつ。そうね、ベーコン結構いい塩梅だと思う。あ、その、量的にって。そう。あ、めっちゃいい感じの卵。いい感じ？うん。いただきます。うまくない？うんまい。ちょうどよくないけど、塩コショウも。あ、塩はかけないわ、胡椒も。塩いる？うん、うまい。え、それヨーグルト入れるんじゃないの？入れる、でもこれ多すぎるからさ。ああ、そういうこと？減らしてる。おいブルーベリーしました。いただきます。うまっ。これうまいよ。何ですか？白いところの上。ああ、もうそこでいいと思うよ、多分。疲れた。なんで時計一個つけるのにこんな苦戦しなきゃいけないの、マジで。いや、時計は苦戦するもんだよ。いいんじゃない？そして書き物の時間です。もうね、いろいろ書きます。動画のアイデアを練ったり、あとはね、いろんな日常を思い浮かんだことを書いてみたりとか、もう僕は書くことが大好きなので、この書く時間がね、一番好きかもしれないですね。お気に入りの万年筆で書いていきます。そして場所を移動してサントリーのオールフリーを飲みながら書き物の続きですね。今妻がシャワーに入っていて、その音が入っています。で、このね、サントリーのオールフリーがね、うまいんですよね。最近ハマってて、もうね、気持ちいいんですよね、飲んでてね。こう朝お昼とかに飲むとね、また格別だなと思っておりまして、これね、ビールの代わりに飲んでるというか、これノンアルコールビールなんですけど、ビールの代わりというか、もうこのサントリーのオールフリーとして飲んでるって感じですね。うん、これおすすめです。書き物が終わりましたね。一息つくと。
スーツじゃないの今日。今日はね、スーツじゃないよ。夏スーツ着たら死んじゃうからな。あ、そっか。はい、とうとう家を出発しました。本日は新宿で友達がユニクロでオリジナル T シャツを作るということで、それをなぜか僕が買ってあげるという謎の日です。さあ、ビックロ着きましたね。友達と合流して、これね、可愛いな、欲しいなっていうね。そして謎の横移動。さあ、合流して早速 T シャツどうなるか買ってきますね。いや、オリジナル T シャツできるね。はい、作り直しでした。今日できませんでした。なんか著作権みたいなのがね。はい、ワンチャン引っかかりますね。ワンチャンというかほぼ確定。ほぼ確定引っかかる。プリントを T シャツにするんですけど、それが著作権に引っかかってなければ大丈夫で、著作権に引っかかったらアウトみたいなデザインがね、はい、で、ちょっと危ないかもしれませんということで、まあ、一旦でもその本部とかに連絡をして、その写真がまあ似た写真があるみたいな感じで言われて、そこに確認して 2,3 日後ぐらいに連絡が来るらしいんですけれども、はい、ほぼアウトです。ほぼアウトです。なんなら同じ写真がありますダメじゃねえかよお前すげえ勇気だな、マジで。いやー、まさかのそんな感じでですね、ちょっと今日はできませんでした。ただもし実際作れるってなったら1日でというか、もう15分ぐらいでもう印刷して作れるみたいなんで、ただまあ今回僕らはというか、あのまあ彼はですけども、ちょっと今回デザインがちょっと怪しいということで、今日はできませんでした。リベンジマッチで会いましょう。はい、というわけでですね、デザインを考え直す回になります。考えようね、考え直しましょう。やっぱオリジナルで行こうぜ。そうしましょう。うまそう。御苑向かいます。納豆ご飯と何にするかっていうところが、ありがとうございます。素晴らしい。最高やな。うわ、超気持ちいい。超気持ちいい。ちょっとゆっくりしようぜ。はい、この木、これは気持ちいいよ。日本庭園だね。なんかさ、俺正直さ、こういうちょっとバッて見たらこのビルがあるみたいな、このギャップ俺好きなんだよね。あ、そうなんですね。邪魔だってもあー邪魔になっちゃう。なんかあー分かる分かる分かる。どっちかだよね。俺の感覚はその背徳感だな、はい、こんなさ、新宿というアスファルトジャングルの中に俺は今こんな自然を満喫してしまっているという、そんな気持ちよかったです。それ意外と、まあ俺矛盾したものが好きなんだよ。はい、そのカオスな感じが、その矛盾ってさ、人はさ気持ち悪く思うじゃない。だけどそもそも人間の感情って俺矛盾してると思ってて、はい、人間自体がね、はい、というか生き物自体が矛盾してるから、だから死ぬために生きるって意味わかんないじゃん。そう、でもそうなわけじゃん、否定できないわけじゃん、それは。だから常に人間、生き物って矛盾してるんだよ。しかも人間なんか特に矛盾してて、死ぬために生きてる、はいはいと、はい、でそれに加えてなんかどうせ死ぬのに生きる意味とか考え出してるんですよ、はいはい、めっちゃ矛盾してるんだよ、はい、それが多分可愛いんだよね、人間というのは。だからね、矛盾っていうのはね、俺の中で大事なワードなんだよね。そこに落ち込む必要もないっていう、そう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 、な気はするな。だからいいんだよ、ビルの中にねこの自然があるっていうのは人間らしいんだよ、多分。これがいいんですよこんな景色なの。いや、ここでたっぱがりたいよ。ちょっと橋行こうよ。気持ちいいよ。
乾杯しようぜ。乾杯。もう人類はスターバックスから逃げ切ることはできない。買いません。御苑を後にして続いて渋谷に到着しました。与苑と合流したんですね。そしてかっぱ橋に向かいました。かっぱ橋でちょっとね、新しい器が欲しいなっていうことでやってきたっていうような感じですね。そして続いて板橋に到着です。なんで板橋に来たかっていうと、あの包丁をね、研ぎに、ちょっとリンクコーデ、包丁を研ぎに出してまして、それの受け取りですね。そして板橋を後にします。続いてユニクロに到着しました。試着室です。はい、帰ってきました。そして洗濯を回しているので音がうるさくてすいません。ですね、今日買ってきたもの、これとこれ、かっぱ橋で買ったんで、最後に軽く紹介して終わろうと思います。ちなみにユニクロさんでもですね、買いまして、あ、見て、かっぱ橋ってなってますね。映像でもあったと思うんですけど、購入して、今ね、履いてるんですけど、これはまたですね、別の動画というかね、普通にあのメインチャンネルの動画であげようと思います。これを2つ買いました。これ実は同じやつ持ってて、今ね、2つ使ってるんですけど、2つ買って、で、しかも今使ってるのも2つ使ってるんですけど、まあね、これ妻と一緒に使ってるんですが、これお互い1日だと、鍋を食べるときに、ポン酢ごまだれで、2個僕使いたいんですよ。ってなった時に、1日だと、あ、ダメだと。どっちか選ばなきゃいけないっていうことになっちゃって、あんまり物増やしたくなかったんですけど、これをね、もう一個ずつ買って、二人とも、ポン酢ごまだれいけるようになったっていう。ちなみに僕ら夏でもね、鍋やるんですよ。なんでね、これって必須なんですよね。鍋のための器二つ。そしてこのちょっと大きめのやつ。これは何かっていうと、よいしょ。これもね、二つね、僕と妻で一日で買ったって感じなんですけど、こういうタイプの皿ですね。こういうタイプのお皿。これはね、僕らね、普通に平たいお皿しか持ってなかったんですけど、カレーをね、昨日作ったんですけど、カレー食べるときに詰んで、あ、ないね、お皿がってなって。それで、まあ、カレーとか、あとパスタとか、ね、そうやと、まあ、ちょっとスープとかもいけそうですよね、ギリギリね。まあ、スープ系だったりとか、そういうのを食べるときに、ね、なぜそれがないっていう、使うね、お皿をやっと買ったっていうね、今までどう生きてきたんだっていう、そんな感じでございますね。そんな感じで今日はいろいろと回っていろいろやって、でかっぱ橋でこれがね、今日のねメインのアイテムだったっていうような感じでございました。ではまたどっかの動画でお会いできることを楽しみにしております。今日は昨日作ったカレーを、ちなみに昨日ねカレーどうしたかっていうと、もう緊急で100均に行って、もう今日だけ食べるお皿を買って食べたみたいな感じで、今日はこのお皿でカレーを食べて、1日を終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。